こんにちは、ライフサイエンス統合データベースセンターの畑中と申します。それで今日は生命科学系データベースアーカイブということでお話ししたいと思います。今の忍者の山本はユーザー側からいろんな特に文献ですけれども、情報の整理の方法について紹介してくれましたけれども、ちょっとここからお話しするのは、ユーザーだけでなくて私たちライフサイエンス統合データベースセンター、略語で DBCLS と申しますけれども、こちら側でどういうふうにいろいろなデータベースを扱う、あるいは整理すると皆様にうまく使っていただけるかなということを工夫しておりまして、それで、やはり一通りというわけではなくて、複数のレベルで整理してお示しするようなことをやっております。例えば皆さんがデータベースを探す際には、データベースのカタログ、データベースカタログというのを用意してありまして、これはそうですね、ここにキーワードを入れて検索したり、あるいはここの分類を利用したりして、このデータベースを探し当てるようなことが可能になります。一方で、データを探すということについてはですね、いろんなデータベースに行っては探すというのでは大変ですので、それでたくさんあるデータベースの中からキーワードを入れまして、それで、たくさんのデータベースの中で横断的に、あちこちのそのデータベースから関連な、そのキーワードに関連のあるそのデータをずっと一覧を作ると、そういうふうなこともサービスとして提供しております。で、今日お話ししたいのはもうさらに違うレベルというかですね、違う形でして、ちょっと教室の形から下が見にくいんじゃないかと思いますけれども、そのデータベースを丸ごとダウンロードするという形で、データベースアーカイブというのを提供し始めておりますので、それについてお話したいと思います。今申しましたように、名前は生命科学系データベースアーカイブと申すんですけども、そのデータベースをダウンローダブルにして、ダウンロードできるようにして、それで、丸ごとダウンロードしていただいて、でそれに、それを自由に多様な自由に使っていただくことを可能にしております。でその際にどのデータ、データダウンロードしても説明は全くないと、ちょっと使えませんので、ある程度ですけれども、そのメタデータ、データベースに対するデータ、説明ですね、説明を付加しまして、で公開しております。それで今申しましたように、やはり、カタログや検索に比べると、その自分の手元に、データがありますから、多様な活用が可能になる、あるいはそのデータマイニングとかですね、統合化って言いますけども、いろんな他のデータとつないだりしながら、その自由に使っていただくことができますし、それから、そうですね、生産者側にとって、データを作る側にとっては、データベースを皆さんデータベースをサーバー維持管理されていると思うんですけども、なかなか、大変だと、お金の問題とかで大変だと思うんですけど、それからそういうことを、ある程度長期にわたってこのダウンロードにした形で保存することができます。また、クレジット、その利用許諾ですね、このデータベースを使う場合にどのような条件を満たせばよいかということが明示されておりますので、安心してデータベースを他の方に提供することができると。私たち帰宅と呼ばせていただいてますけども、そのデータベースを帰宅していただいて、作った方からデータベースを帰宅していただいて、それをアーカイブに置く際に、その利用許諾条件とかメタデータを書いていただいたり、あるいはお手伝いしたりして、そしてさらに簡易検索機能と申しますけども、検索して、一部だけダウンロードするようなことも可能にしながら、最終的にそのデータベースの利用者にダウンロードしていただいて、で、安心して使えるように、そういうふうにして
行こうとしております。それで、今まで26個 の, データベースをすでに収録しておりまして、さらに多数のデータベースを公開準備中です。で、データベースアーカイブがちょっと右側切れておりますけれども、こういうページになっておりまして、それで、ちょっと簡単な説明の後、データベースの一覧が最初に見えるような形になっております。それで、データベースは今先ほど26と申しましたけど、そうですね、例えばこれは EGTC というのはそのマウスの変異マウスのデータベースですね。それからこのトランスポゾンインサーションサイテートベースというのもそうです。それから3番目はその、線虫のですね、抗体のコレクションのモノクロナル抗体のコレクションのデータベース、さらにはその、電子これは、細胞性粘菌なんですけども、細胞性粘菌のその、遺伝子の発現期、あるその発生の段階において、そのそれぞれのその、遺伝子の発現部位について画像をそのまとめたものです。などさまざまなデータベースをずっとこのように用意しておりますし、また、そうですね、はい、でこのデータベースのアーカイブの使い方ですけれども、非常に簡単で、ちょっと、だいたい3段階ぐらいでなんとかなるかなと思いますけれども、データベースプロジェクトこちらの その統合データベースプロジェクト の, そのホームページはここなんですけども、ここで、先ほど川本から示してもらいましたように、そのアーカイブというのはこの上の方にありますので、これを、クリックいたします。そうすると、先ほどの一覧、データベース一覧のところに出るんですけども、好きなデータベースをこう選びまして、それで、どこでもいろんなものが出ますけども、その題名なりそのアイコンなりをこうクリックしていただきます。そうすると、まずデータベースの説明がこのように出ますので、作った方とか、それからどこにあるかとか、それから、何か問い合わせ先とかですね、そのほかそのほかなどが、このように説明があります。それで、先に利用許諾を確認していただきますと、もしダウンロードするのであれば、その守らなきゃ従っていただきたい条件がまとめられていますので、これが利用許諾というところに書いてあります。それで、この、アーカイブにおいてはですね、クリエイティブコモンズ表示継承 2.1 日本という、そういうクリエイティブコモンズって皆さん聞きになったことがあるかもしれませんけれど、比較的最近データの流通に関データというかですね、その、いろいろなその作品 の, その、流通に関して、すごくその分かりやすい、そのいくつか の, そのタイプを用意していて、そしてそれをうまく組み合わせることで、その、なんていうか、データベースを作る側にとっても、ユーザーにとっても、すごく分かりやすく、その、これは自分が従える条件なのかどうかみたいなことが簡単に判断できるような仕組みになっております。それで、そうしますと、一応この許諾だけはどうしても確認していただいて、でそのいよいよデータのダウンロードですけども、データをそのデータベースの中にいくつか の, そのテーブルというかデータ、テーブルがあります。それで表がありまして、でその中で好きなものを選んでいただければ良いんですけども、その、簡単な説明、そうですね、例えば、これを選びますと、そうすると、利用許諾に同意している場合はその OK ということで OK をしますと、このような感じで、圧縮ファイルが展開されまして、で開くとこのような感じでそのデータが取ってくれると、そういう具合になっております。
今申しましたように、ちょっとまた下の方で見にくいんですけども、その原則としてデータ表形式になっております。いろんなそのデータの表現があるんですけれども、できるだけこう、普通に実験していらっしゃる方も含めて使いやすい形がいいだろうということで、今は表形式の形で提供しております。それで、このデータベースですけども、ダウンロードしたのはアトラスという先ほどちょっと触れましたけれども、その細胞性粘菌 の、 遺伝子 の、 その発現パターン の、 データベースなんですけども、これはもともと の、 ルシャラ先生、筑波大学のルシャラ先生が提供されてまして、それでこれを見るとそうすると、もともとのデータベースではこのようなインターフェースになってまして、それで例えばここに、ちょっとやや乱暴ですけども、プロテインというふうな、そういう検索を入れて、検索をしますと、するとこういうふうな一覧が出まして、電子の一覧が出まして、クローム一覧ですね。それでこれをクリックすると、この、遺伝子というか、その、はい、神経根については、茶色くなっているところが発現部位ですけども、このような、青で文字で 青い文字で書いてあるのは、細胞性粘菌の分化の過程でどういう段階かということを示しているんですけども、それぞれの段階でどういうふうな部位に現れているかというのを、示してあります。でこれに対して、その、私たちがアーカイブとして提供しているその側ではどういうふうになっているかというと、こういうふうな簡易検索サイトを用意してまして、ここで、表形式、先ほどから申しておりますように表形式になっております。それで、表形式になっているとちょっと、サイズ的に少しあれでしたけども、その、各遺伝子でどういうふうなパターンで発現しているかっていうのが、その発現時期ごとにカラムになってまして、それで、ある時期にある遺伝子はどういうふうなその発現をしているかというのは写真でこう探せるようなことになっていますし、さらに、そうですね、例えば、これで相当かけますと、これはそうですね、細胞性粘菌が集まってそれでもっこりしたような感じになっていると思うんですけど、もう一回、というふうにすると、今相当分けましたので、そのバウンドの段階で写真があるその遺伝子について、このように一覧することができたりします。サービスとしてはこんな感じなんですけども、お願いがありまして、そのデータベースをお持ちの方に、そのデータベースを帰宅していただけないかなという、お考えいただけないかなと思っております。どういったでしょう。このそのランチョンセミナーのテーマでいうと、その皆さんで一緒にその世の中のデータの整理をやりませんかっていう、ちょっと大きなやり方かもしれませんけど、そういうデータベースの帰宅をもしお考えいただけると嬉しいです。でなんかこういろいろお考えになる前に、まずはご連絡いただければいいかなと思います。で先ほど利用許諾のことについて申しましたけれども、利用許諾はその、法律に詳しくなくてもそのいくつかの中から選んだりすることができますので、割と手間をかけずに設定することができます。で詳しくはその帰宅応募要領というタグがありますので、そこをご覧いただけるとありがたいです。それからまだデータベース作ってない方も、公開と共有を合わせてお考えであれば、お手伝いができるんじゃないかなというふうに考えています。でまずは使っていただきたいですね。データをお持ちの方だけでなくて、その使っていただきたいので、ご意見、その上でご意見をいただきたい。特にその、サービスに含めて欲しいデータベースとか使用感などをおっしゃっていただければ嬉しいです。